では少し練習しましょう。これから表示される練習問題の正しい答えを選んでください。いかがでしたか？では、正解を見てみましょう。1、交通。2、道路。3、高速。4、幹部。では、もう一つ練習しましょう。これから表示される文の下線の漢字の読みを書いてください。いかがでしたか？では、正解を見てみましょう。1、この看板には、道路工事と書いてあります。2、あの方も会社の幹部ですか？3. 私はまだ日本の交通ルールがよくわかりません。4. 高速バスで京都に行きました。では、もう一つ練習しましょう。これから表示される文を読んでください。皆さんが読んだ後で、私が正しい読み方を示しますので、もう一度読んでください。1、早いの語感は、早です。2、日本の交通規則が難しくてよくわかりません。3. 新しい高速道路ができたので、A 町と B 町の交通が便利になりました。
いかがでしたか？では、もう一つ練習しましょう。これから表示される文の下線のひらがなを漢字にして書いてください。いかがでしたか？では、正解を見てみましょう。1. 試合の後半で山田選手と佐藤選手を交代させます。2. 昨日の台風の影響で川の流れが速くなっています。3. 旅行のために電車の路線図を買いました。4. このプロジェクトを進めるためには幹部の許可が必要です。次はこちらの漢字です。訓読みはありません。音読みは線です。皆さんも読んでみてください。線、線、線。この漢字は15画です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。もう一度書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。